記録高さのある3人がペナルティースポットあたりにいます。それから6番の遠藤もいる。ゴール前には13番の武藤です。どこに合わせてくるか。高いボールだ、飛び出し、やったー、決めた、日本先制。20歳富安武博、日本最初のチャンスをものにしました。代表初ゴールがこのしびれるサウジアラビアとのベスト16の一戦で生まれました。いやー、松木さん、いい時間帯、いやー、そうですね、取りました。もう本当にね、いい意味ですごく攻められたところですけどもね、はい、いや、見事なねヘディングでしたね。完全にいいですね、ニアにまず動き出して、はい、そこから動きを変えて、相手の裏で競り勝ってますからね。本当にあの冨安が一人こう後ろにバックステップ踏むのがよく分かりました、うん、はい、そうですよね、うまい相手の外し方でしたね、はい、まあ、相手の守備に関して